今日良かったっすね。今日楽しかったね。はい、すいません、鍵がないんですけど。鍵がないと1万円かかっちゃうんですよ。1万円、ちょっとローカー見ていきますね。すいません、ちょっと探していただいていいですか。はい、ロッカーの1万円とかないんだけど。ロッカーのとこにくっついてんじゃない。もしなかったら借りていい。まああるかわかんないですけど。ほら入りました。すいません、ただね、ナンバーがね、俺は420番を取ったのに、はい、そのロッカー使えませんって言われて。いや、聞いてましたよ、それで、はい、なんかよこされた番号が166とか入る。だったら666にしろよ、みたいな。666ってもう、もういいや。あ、666が入ってるってことですか。いっぱい入ってる。忘れ物大丈夫ですか。中身じゃない。僕はですね、絶対にロッカーについてると思いました。あったぜ、バカ野郎。しよし君がやりそうなことは大体わかります。すいません、ありふちゃん、ごめんなさい。かかろう、やりましょう。っていうか、終電ないから飲みに行かない。まあ、終電ないのはしょうがないですよ。あれ、これ、鍵に持って帰っていいのかな。記念品、これ記念品かな。ダメです。返した方がいいかな。返してきてください。わかりました。じゃあ出てきてください。はい。すいません、予測のまま申し訳ないんですけど、鍵。ああ、はい、はい、すいません、失礼しました。ツイッターで何とかいじめてばっかだけど。しかし、YouTuber どうしたんですか。何それ。毎日音楽聴いてるよ。あとですね、 YouTuber になるって言ってませんでしょ。あ、ちなみにそっちじゃないです、こっちです。ああ、こっちね。はい、誰の動画も見てないんですよ今。もう本当に名前出したら失礼だから、はい、言っちゃいけない人たちも、すいません、はい、何も見てないです。250番も見てないです。それはまあしょうがないです、そういう時期ありますからね。はい、音楽しか聴いてません。まあ、僕もそんな YouTuber 見てないですけどね。いや、あなたは見てますよ。そんな見てないですよ、本当に。ああ、見てないって。あ、本当に見てないです。もう大好きだった、はい、ヒューマンバック大学すら見なくなったから、ね、いや、そういう時期ってあるんですよ。うん、別にその嫌いになったとかじゃないんですよ。そう単に見ないっていうだけです。え、開いてない。ああ、こっちじゃないですか。こっちですよ。どこを叩いてました今。こっちですよ、どう考えても。なんかやばい店、この辺とか全部取って。あれ、ランディさん、お久しぶりです。お久しぶりです。この辺で飲んでて、山本さんってわかります、芸能ライターの山本さん。まあ、その方のパーティーがあって。ええー、はいはい。で帰れなくなって、サウナ行って、で時間切れになって。時間切れなんてある。はい、3時間コースで入ったんで。でどこ行くかってなったら、そんなありますかね。ここやっぱ一番新宿行きたいの、行きたかった店って言ったらここでしょみたいな。いやそれは分かるんですけど、どうして手をつないでるんですか。分かんないけど。好きなんだよね、ランディさん。飲みましょう、本当に。ランディさん、ちなみに、うん、ピニスの方はどうなってるんですか、ピアス。ピニス、あ、今、ちょっと外しちゃう。いやいや、開いてるのがいるんですか。口だけでいいんで、口頭だけで。尿道に、はい、尿道から裏筋にかけてのリングですね。ああ、俺、開けてるとこ見たことあるけど、マジ地獄絵図でしょ。もう男を4人ぐらい取れされました。みんな押さえてエクストリームって来れます、原宿の。あそこで原宿の。じゃあ切ります。はい、ランディさん、締めの一言をいただいてもいいですか。いやいや、ありがとうございます。いや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 
やいやいやいや、肉体改造最高。いや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 、ランディマーってできました。ありがとうございます。いきなり服脱がされて入れ墨見せるなのさ、もうなんかよくわかんない店だけどさ、とりあえずなんかなんか楽しんじゃうよ、バーカ。いやいやいや、ありがとうございます。自分で脱いだんだろ。ランディさん、微妙に曲が古いです。もっと新しい曲あります？ないですよ。ないです。もっと新しい曲、あ、じゃあちょっと、あの、なんか歌って、あの、ちょっと、なんかあの、一発じゃ足りないのか、二発目を代わりしたい、三度目の正直なんてない、死の後の言うなよ、幕でもない。これちょっと待って、あの、滑ってない。いや、滑ってない。いや、俺、マジ歌詞に感動してた。いや、いいスパチェください。いやいやいや、とりあえず勃起だけはしないように。いやいやいや、頑張った。ちなみに誰の曲ですか？ダイスのスターマインってやつ。全然わかんねえ。ああ、自分の歌かと思った。新しければ新しいでわかんねえんだよ。よろしくお願いします。はい、どうも。人が古いのには古いっていう。すいません。新しかったらわからない。歌の癖的に、あの、あゆかなって勝手に思ったんですよ。あ、まあ、もう古い。すいません、僕も古い人間です。どうでもいいわ。どのくらいみんな飲んでるんですか？すアンテナ何飲んでるんですか？髪の毛くるよ、髪の毛ねえけど。髪の毛薄いって言われる。あ、いいな。配信してたら。みんな髪の毛くるよ。イエイ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 、ランディさん。飲みたかったぜ。もう新宿で終電逃して行き来なかったらどこに行くの思ったここしかなかった。初めて来たけど。どこで、いや、しかも初めて。魔女で会ってはいる。会ってはいるけど、ここに来たのは初めてで。お店にはよくたどり着くんですよ。あ、僕があのウーバーイーツの配達のお仕事、はい、お仕事をやってますんで、Google マップを活用しました。あってはタバコ吸って大丈夫ですか？あ、もちろんです。こんなとこ吸っていいよ。決まってるじゃん。ここで禁煙だったらちょっと変な感じしますよね。てか、あの、ちょっとこれ、マジちょっとでもいいよ。いや、すごいですよ。現実だよ、マジこれ。よくあってはいらっしゃる。見た者同士見てる。ただピアス入れ墨と、どうしよう、そう肉体改造のスタイルが違うだけで、どうしようもない、どうしよう。ほんで2人とも細いな。大丈夫ですか？食べてますか？いや、飯食えないぐらい酒飲んじゃって、あの胃腸炎で2日とかゲロ吐くのが1ヶ月に一回ぐらいあって、いや、しかし君は結構もっと体重あったんですよ。で、全然久々に会ったらこんな感じになっちゃう。ごぼうみたいになっちゃって。はい。だから、いや、もう行くのも見ました。あとここ、こっからピー入れてもらっていい？あ、いいですよ。はい、もちろん。あの、病院行くたびに、あの、で、次の自治券ってあるじゃん。それを申請しに行ったら、かかるし、そんなに言われるんですね。ピーにしてくれた方が面白いから。あ、ピーの方がいいです。うん、ピーの方がいい。わかりました。別に俺何にも悪いこと今やってない。まあ、お医者さんからはそうやって言われるってこと。もう彼、もうしょうがないですよね。お医者もう彼プロだから。もう本当にもう出される口、出される口、あと俺3年間マジあの出された口で、ね、処方箋でボロボロになっちゃって、で、ネット出た頃に3年ぶりぐらいにもうチラシどうなっちまったんだって。はいはいはい、純一さんの。ああ、そうですね。森田純一さんの、はい、心配してる人は多かったですよね。心配と、あと終わったなこいつって意見とすごかったから、
どうですか、ジュンさんそんなこと言いますか。いや、ジュンさんじゃなくてコメントが必要です。あ、ジュンさんお友達なんですか。あ、もちろんです。あ、はい、あ、そうなんだ。優しい方で、もうリスペクトします。ランディさんはもうずいぶん前からあのホストもやられてて、お店も やっていてお酒をずっと飲んでるわけじゃないですか、はい、体がなんかどこか悪いところってある。僕は何もないです。ガッパンのスープとかかかったことあります。かかったことないですけど僕はもう最強人間なんで。僕は1250です。ああ、まあでも飲んでいったらそうなっちゃいます、ね、いや1250ちゃんの死ぬぞって言われましたよ。何の血ガンマガンマ数値 GHB って。飲んだら、飲んだ次の日ったら、はい、まあまあまあ何千とか言っちゃう。いやだろう、もう俺近所の病院で660いくつでもうこのままじゃ死ぬぞって言われて、さっき減らして、そしたら1ヶ月ぐらい我慢したら治ったんだよ、はい、結構治ったんだよ、はい、適度に飲んでいいよって言われて、朝から寝るまでずっと飲んでたら。それは適度とは言わないと思うんですよね。1250までいっちゃってどうやって来たのみたいな、なんで動けるのみたいな、なんかそんな感じだった。ちょっとお酒を抑えませんか。いや、そういうのやってなかった。まあそうですね。あのなんか大事な試合とかそういうのあればあれするけど、別にあのね、めっちゃ早く死んでもいいし、俺の人生だからさ、とやかく言わないで。そういうコメント来たら、いや、たまに僕が言われるんですよ。250万最低だな、あの土足に酒ばっか飲ましてみたいな。僕が怒られるんですよ。まあでも面白がって飲ませやがってみたいな。そんなことないのに。それは俺何にも悪くない。悪いのは250番です。俺ですか。目の前に唐揚げ差し上げられたら食べちゃうんですよ。確かに食べたくて食べてるの、あったから食べてるっていう感じで。確かに、さっきそんなこと知らました。唐揚げあったら食べちゃうんですよ。てかこの動画貴重だな、めっちゃ拡散しよう。いやいや、ランディさんとまさかなんかこんな対談動画みたいになっちゃうなんて。確かに対談動画ね、普通にこれこれはそうですね、立派なあの世間でいう対談ってやつね。対談になっちゃう。いやいや、ありがたいですね。いつも優しくしていただいて。ベロベロのランディさんしか見たことないですけどね。まあお互いですけど。確かにそうだった。ラッツさん、ピアスどこで開けてるんですか。僕も全部自分ですね。え、インプラントも。これだけは手術ですね。え、病院ですか。いや、なんか闇医者みたいな。これネジ、とんでもないです。したら、ここにネジ穴が。ネジ穴埋め込んだって。どうなってるかは分かってるんですけど、どうやって開けたのかだけが気になって。なんかわけわかんない、外人の闇医者ですよ。はい。最高。イエーイ。いやいやいや、最高。なんか最初に契約書みたいなの、書かされて、文句言わないみたいな。後で文句言わない。日本でやったことにしてくださいって。動画 SNS 一切禁止。絶対海外でやったってことにしてくださいと、あの麻酔のことは絶対言わないように。そんな俺がこっち側がそんな契約書書かされるんだと思うんですね。許せないですよね。で金まで払うんでしょ。金まで払うんでしょ。一花7万です。マジですか。そんなにするんですか。1,2,3 何個入ってるんですか。3つやったんで21万21万する。なんか多分ちょっと気持ちいいですね。割引で20万以下です。なんか家電みたいな割引が絶対日本でやったって言わないでくれ。なるほどね。謎の契約書書かされますね。ひどいっすね。普通の人が見たらだからあのもう本当は
英語の日本語の通じない英語の方のブラックジャックみたいな、はい、あのわけわかんない一軒家で、ね、最高あまりにも僕がついてすぎて、はいはい、6ゲージすごいっすね。情報量が多いんじゃん。モザイク的に大丈夫あランディさん見てください。これああすごい。それ中に埋め込んでるんですね。はい、あのこの玉入れる時に切るんですよ。めっちゃ鳴ってる。それがめっちゃ痛かったです。あとこれこの辺で鳴ってる。いや分かってる分かってる。あ分かってる。でこの間にもう一個入ってたんですよ。だけどあのエッチする時にあのガッチガチガチガチ乗り上げて向こうもこっちも痛いみたいになって、で二人で穴ちゃん外そうみたいな相談して、誰にゃっていうかお前の店だろみたいな、いい店じゃんここ気に入ったな、あそれだ。